は18時30分にやりましたこの番組は時の番人のストレスフリーライフの時間ですとかしきかおが本日も MC を務めさせていただきますまたこちらはですねギノワンのヒルズ通り FM ギノワン海の見える素敵なスタジオから放送しておりますあかりさんこんばんははいこんばんは今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい 実はテイクツイキャス配信しようとしたら真、まあ、正面に置いちゃってなんかあのツイキャスもこの番組で配信しているので皆さんあのリアルタイムで収録の様子も見てほしいんですが、うんはい、なんかこのパソコンのセッティングをちょうど私と香里さんの顔の間にやってしまってね、うん、なんか顔が見えずに「<laughs> こんばんは」とか言い合うっていう。そう 結構カオスな状態でしたね,ね,ね。やっぱり顔を見るって大事ね。あ、確かに。うん。そうですね,ね。なんか、なんか、人は人の気配をするのに。ね、顔が見えないっていう、うん、やっぱり不安な感じがするなっていうのは<ー>。ちょっと感じる。確かに。うん、それになんかこう、ちょっとおかしい、おかしさを感じますよね。なんか。喋ってるはずなのに、相手の表情が見えないと、やっぱり。う,うん、うん、ちょっと違和感がありますね。本当。うん。すごく感じて。 電話とかでは慣れてる気がするんだけどでもなんだろうなんかね違ったねでしたねしかもちょうど収録スタートしてなんかこうやっとこのことのおかしさに気づいたからんか面白かったですねはい台風も来ちゃいますねですねちょうど収録日が9月11日水曜日なんですが今週末今週末放送してる時にはもうそう真っ只中ですかね やっぱりなんかいさ今年沖縄の本島の方にね台風来てないからうん、うん、ちょっとなんか急に慌てた感じというか週末なのでうん、うん、ね家族の予定も実はあ,あるんですよね、うん、えだって敬老の日近いですからねそうちょうど敬老の日が15日日曜日で、はい、そうあのまああの義理のお父さん、うん、お母さんたちと今ちょっと長男が 夏休みで帰ってきてるので、うん、来週にはまた戻っちゃうからその間にちょっと家族で3世帯でうん食事会をしようっていう話をしていてあ大事な予定です、ね、大事な予定だからもう今,日は今朝慌てて「うん、土曜日どう土曜日空いてるみんな」とか言ってみんなに話して。 なるほどなんか私も慶労の日だからおじいちゃんたちとカラオケに行く約束をしてていいカラオケそうなんですよね皆さんこうなんか三連休が二回続く、うん、ねあの月間っていうか九月は、うん、ね週分の日もあるしそうだからなんか出番くじかれちゃった感がありますよねこの報道はそうねなんか急に、うん、あのなんかや休みが続く感じうんうん。 あの子どもたちはなんか「お母さん知ってた休みがあるってば」うん、っていうけ、うん、知ってるけど何,、はい、何かあるの?」って「うん分かんない、ね」でもなんかあのワクワクするんでしょうね「あ<ー>休みがあるってよ」とか言って確かにでも夏休み終わったばっかりだから嬉しいでしょうねそうそうそうなんか今日あちょっとあのこのあと、うん、あかりさんと、はい、あのテーマがあるんですよ実ははい、はい、なんかね 健康を意識してやっていること。とか、なんか物があったりとか、うんうん、行動っていうのっていうのありますか、うん、っていう。ことで、いろいろ話をしていきたいなと思っているんですけど。はい、ぜ、は、ひ、いはい、あの、うん、なんか今までにないテーマですよね。はい。ないですね。はい。<laughs> どんなお話聞けるかも、私も楽しみです。<laughs> はい。なんか、あのー。自分にとって、やっぱ健康ってなんか。うん 思ってないけど意外とこれって健康を意識してるなっていうのあると思うんですよ。確かにそうかも。うんうん、まあなんか体に悪いことは極力避けるってだけでも健康法かもしれないですよね。避けるっていうのね。はい、もう防御反応が起きてるて。あそうそうそう。うん、そうちょっと私からちょっと話するとすると、はい、あのー、もう楽な人たちと必ず会いたいっていう会う？ああ<ー>うんなんかあのー、本当に スイッチオフになる友達がいて真由、うんね、美咲子さんもどっちかっていうスイッチオフなんだけど <laughs> もう収録の様子から伝わりましたよさら <laughs> に、うん、もうスイッチオフになる友達がいてで先週食ランチ会したんですね、うん、3か月に1回ぐらいある会うのかなで結構話が将来何するみたいな話から始まってうん、うん、であのもう 自分で仕事した方がいいんじゃないっていうようなところを結構深い話になって話が尽きなくて4時間半もう本当ガールズトーク終わりなしですからねそうホテルのブッフェを行ったんですけど追い出されてでちょっとロビーで話してたら終わりそうもなくて「どこ行く?」って言ったら「ちょっとコーヒー飲みに行こう」ってまたカフェに行ったりますよ。 でもあ結構まとま,ったまとまったっていうかあこんなことできたらいいよねっていうかうん、うん、お互いの強みを伝えながら話してうん、うん、ちょっとこれもう毎月やろうっていうことになってうもう毎月会おう,会おうってなったんですよ。方法いいですねでなんかねこのもうワクワクする友達とワクワクする話って最高だ最高だなと思ってんか本当に私これって多分心が健康になってる。 あ確かに。先週の土曜日の話なんですけどうん、うん、今週すごい元気なんですね。ああなるほど、うん、いやでも分かるかもしれないです。私も実はこの何件あの香さんからこう、うん、テーマをいただいた時に、うん、この健康についてのお話をしましょうということで、うん、私も真っ先にメンタルヘルスが思い浮かんで,、うん、で私もこの事前にこう話したいこととか私のことについて メモってきたんですけどそこにもなんかこの,の「昨日気を使わない友達と会う」とかも入っててだから結構あかぶっちゃったけど大丈夫かな私。全然大丈夫あかりさんあかりさんのまたね <laughs> このやってることともし同じことをやってても。 なぜやってるかっていう理由は違うじゃないですか。でああ、確かに。うん、そうかも。ね、ね。うそれ、ちょっと、あの、もう一回いろいろ聞いていいですよ。あ、はい。うん、もちろんです。で、そう、先ほども言った感じで、こう、私も。健康意識してやってること、私、体に対してはあまりないかなって思ったんですけど。うん、だけど、なんか、メンタルヘルスに関しては。すごい気を使ってて。で、あの、なるべく。なんか。もやもやするなって思ったら、直接。 なんか、その人とこの関係が崩れない程度に解決に向けて話したり。あとは、なんか、自分が黙っといた方が、ことが丸く収まる時もあるじゃないですか。うんうん、そういう時は、なんかもう、ひたすらこう友達と話すとか、ドライブするとか、人と会うようにしてますね。ああやっぱり違うよね、人と会う、ね、違いますよね。うん、抱え込んじゃいませんか？なんか、一人だと。一人だと。 な,なんか良くない方向に行きそうな雰囲気になるっていうか、うん、確かに確かに <laughs> 分かりますあ,あとなんかお金の心配をしないようにするっていうのも私健康,、うん、健康に直結してるとなんか個人的に思っててなんか私あんまり物は買わないんですけどアクセサリーとか洋服を結構買うので、うん、そこにお金をいっぱい使うために普段は節約しててでこのなんというか この好きなことにお金を使える環境みたいなのもなんかメンタルヘルスにすごいいい影響がありそうだなとか、うん、あそれ本当そう思うあの、うん、なんか日本人ってうん、うん、休むこととかうん,、うん、なんかあのなんていうの人から見たらこれ、うん、このことにお金使ってるのって理解できないっていうところをやってると罪悪感感じるらしくて <laughs> <laughs> あ。そううなんですかかだらもうちょうどこの間も、うんあの 休んだ方がいいよって話をしてて、うん、はいはいはい、いやもうなんか休んでるとなんか悪い気がするとか、うん、いやいや、もうそんな罪悪感とか捨ててっていう、うんうん確かにでも休んじゃうと罪悪感みたいなのはわかる気がしますね。うん、わなんか日本人特有の性質なんですね。うん、海外だとどうなんですかね。海外は休まないといけないらしいですよ、うん。あそうなんですね。うん、もう個人レベルでそういう意識が根付いてるんですかね。 やっぱりバケーションっていうのが当たり前のようにあって私も詳しくはないんだけれども休むために仕事を調整してやってるみたいなああなるほどじゃあなんか軸が違うううんんんでですねねそそそもそも、ね、そうななしょか仕事をするなんか会社を回すための一人として出勤しているような感じがありますもんね日本って。うん、そうやっぱでそう やっぱりこのなんか話すって意外とやっぱり私大事だなと思っていてちょうどおととい講師をする機会があってでそ,れをその時と,ところに「私の時間スケジュール時間終わりです」みたいなのを見せながらそしたらちゃんとあの私6時半から夜の9時まで、うんうん、夕方のね 6, 6時半から夜の9時まではこのやっぱり ご飯を作ったりとか、子供たちとご飯食べたり、うん、片付けするっていう時間も帯でしっかりとってるんですよ。うん、なるほど。そうで、ここはもう絶対外せないって話をしてて。うんうん、で、も気がつくと、この時間しか子供たちと。お、なんかゆっくり話せないみたいな。はい,は,いはい、はい、はい。他の時間で話そうとすると、みんなはやっぱりね、バタバタしてて。うんうん、で。 食事の前も食事の後も子どもたちってなんかゲームしてたりとか,、うん、なんか携帯触ったりとかして、うん、なんか別に話せないわけではないけど、うん、あのもうそれぞれバラバラなのでうん、うん、家族でご,ご飯食べながら食事してる時間大事だな,大事だなっていう話をたまたましたら、うん、あの私のこの講座を聞いていたあのリアルだったので「うんうん、あ僕そういえば子どもと話したの?」って。 この1週間1回しかもうま,ま,またそんなことあるんですね。ご飯を食べ,食べてね、うんあのな「おはよう」とか言うけどうん、うん、ゆっくり話しするっていうのがやっぱり帰り遅いとかはい、はい、でもう朝も早いらしくてうん、うん、5時には出勤するらしいんですよ。うん、早いですね。うん、だからもうなん,かなんかそれを思うと、ね、週に1回しかゆっくり話せないって言ったら1か月4回ですよどうしますって話になったわけですね。 なんかあれですねこう父親って確かに私ちっちゃい時あんまり話してなかった記憶あります、うん、だからその分距離が生まれやすいですよねそな生まれやすいですうん、うん、ね、やっぱお父さん一生懸命働いているんだけどね、うん、ちょっとやっぱりいろいろねなんか誰のために働いているのかなってなると、うん、ちょっとやっぱり家族の方に目向けたりとかねそもそも自分の時間をもう少し、うんうん 調整してね、うん、あじゃあこの相談者さんにはどういった提案をされたんですか講義でいろんな人がいたんですけど、うん、あそもそもやっぱりこの何のどんな時間が大事かっていうのを自、うん、分の時間割のようなものを作ってまず一個一個考えてみるっていうことを是非やってくださいと、うん、ま忙しいっていうのは分かるんですけど、うん、まあ まず一日何時間くらい仕事してるかっていうのを数字で見てくださいって話して、うん、じゃあ今みたいにお,お子さんとかとお話しする時間、うん、じゃあ週に何回取れてるかなとかどのぐらい時間取れてるかなって明らかに少ないなと思ったらやっぱりどこか改善しないといけないっていうこの絶対どこかが生まれるからなるほどじゃあもうこん この番組でやってるみたいにこの大事な時間とか、うん、この確保したい時間を明確にするっていう作業をされたんですねそう優先順位の問題だと思うんですようん、うん、何が優先順位か多分仕事と家族の,この子供の会話の優先順位がちょっともしかしたらね、うん、あの慣れちゃってお仕事してなてこの時間で終わるっていうのは慣れてしまっていたんだと思うんですけどねうん、うん なるほど、このお子さんとの時間も必要そうですけど、そうなると奥さんとの時間も取れてなさそうですよね。本当 <laughs> <と>ね,ね。なんか夫婦間もこういった問題でなんか亀裂が走ったりとか、なか私の友人はそれで離婚しちゃったので、うん、なんか気になりますね。そうよね。うん、一応ね、その方はあの奥さんも同じ会社で働いていらっしゃるんですけど、ね、全もう多分お仕事の話しかしてないんじゃないかな。うん、なるほど。会社ではね。うん。 なんかそういった関係も見直すきっかけになったらいいですね。うん、いい絶対。うん、なんか、やっぱり、この会話っていうところ。誰と話しするかっていう時間。がね、うん、あかりさんも、ね。はい。人と会うと。うん。うん。いいっていう。ねえ、なんか適度に外の人と会わないと、こう。 なんかインプットばっかりしてもきついしこうアウトプットする時間が必要だし、うん、でも身内には言えないこともいっぱいあるしみたいなところで友達とかね、うん、なんかでも最近私は仕事、あのー、会社内の FM 技能案内の,このスタッフの人にプライベートな話をしたりとかもするのでなんかバランスがいい気がしますいいですね。実は今お話しながらちょっっと思ったんだけど、うんうん あのやっぱりミキサーっていうお仕事から、うん、いろんな方のこのねお話にずっとずっと常に寄り添って聞いてるじゃない、うん、か一応話をするっていう機会はあるけどうん、うん、この友達ととのこの何かっていうのさ,さっていうかがおかしいかな,<ー>なか感じますはい、はい、あそうですね、うん、いやーなんていうか多分割りかしと年が近いスタッフさんが多いから、うん、あのー。 な持っててる悩みも共通ししいそうなな気はしますよねなんかこう恋人結婚とか仕事への取り組み方とかだけどこうそれぞれ持ってる悩みは近いけどこう取り組み方は人それぞれなので話を聞いてて面白いですよねなのでその点で言えば友達とやってる会話とそう変わりはないかもしれないです。すごくいい環境、ね 恵まれているとんかどうでしたかかおりさんはこれまでの職場はそうです、ね、あ結構人間関係良かったですよ私人間関係でちょっとあんまり苦労してないというかそれはすごく良かった環境だなと、うん、ただ仕事があまりにも量が多すぎて <laughs> <laughs> おっしゃってましたもんね。ねもう次から次へとやるっていう環境だったんだけども、うん、あのどっちかっていうと、うん、もう同じことをやる にも事務作業でももう楽しんでやろうっていう、うん、もう私がどこかで遊び入れないとちょっとやってられないみたいな感じだったので,、うん、で話したから前にこの私の机があって、うん、でそそばに書なんか書類を入れる棚とか、うん、ちょうど私の手の手元にプリンターとこもあったんですよ、うん、だからあのコピー機とかまでいかない で簡単なプリンター目の前に出せるんだけど、うん、本当にパソコンがあってコックピットのように私は今日はもうスーッとなんか椅子をぐるぐるって寄せたら手,、うん、手が届くそうです、ね、こんなおしご仕事のやり方を今日は私は目指すよおお<ー>、うん。もうなんかコックピットのように働くからねって言って、うん、でもう勝手にやってください香里さんみたいな <laughs> 伝わるか <laughs> 伝わるしこの職場の環境がいいことも伝わりました人間関係が <laughs> そう。 だからトイレはでも行っていいとか言ってからそれはもう誰も止めませんとかいう話をしたからなんかこういうのを話せるしながらまあね仕事の中でもちょっとした遊びを入れるっていうところがね楽しいかなって気がこうやることはしっかりやるみたいなところでもあると思うのでなんかすごい緩急を大事にされているような印象を受けましたそうかもしメリハリというか。ううん、うん なんか抜くとこは抜いてやるときはやるみたいな感じがすごいしますね。そうですね。やるときはちょっと鬼のような顔になってるかもしれない。<laughs> <laughs> いやでもなんかこうオンオフ切り替えるのが私はとっても苦手なので、うん、でもなんかこう他のスタッフさんは割とシャットややってる感じがあるので、なんかそういう先輩の姿を見てちょっと。 オンオフの切り替え方を学ぶなあっていうふうに思いました。だから、なんか、かおりさんの仕事の姿勢も後輩たちにそういった影響を与えてそうな。気はしますね。そうですね。うんうん、なんか、やっぱり、あの、静かな会社。もやっぱり、必要だと思うんですけど。この、明るい雰囲気って、普段どれだけスタッフ同士が、うん。うん 楽しい会話をしてるかって、お客さんにも伝わると思うんですよ。た、うん、だ、お客さんが打ち合わせしてる時、そばで騒がしいのはだめだけども。なんかこの雰囲気っていうのが、やっぱり伝わるっていうのは。あの、すごくあったみたい。前職、うん。なんだかんだ、ちょっと話はそれましたが、健康について。うん、そうね。<laughs> <laughs> でも、メンタルヘルスと、この職場の関係は、だいぶ密接な感じがわかりましたね。うん、今の話を聞くと。そうね。だから、うん。 自分の,このやっぱり、まあ、健康って運動したりとか,、うん、なんか食事に気をつけるっていうことが結構あるかもしれないんだけれども心の健康っていうところは全ても今食事とこ行動になんか自然と結びついていってるような気が,いいうな気があ確かにする。 メンタルヘルスを軸にしてこういろんな行動を自分で制限したりこうなんか進んでやったりとかがあるのかなって感じなんですね。うん、なるほど。何かうん、うん、多分あのこれをしていると、うん、あの落ち着くとかこれをしていると楽しいとかこれをしているとあのなんかこ心が安らぐみたいなうん、うん、そういうものだと思うんですよメンタルヘルス。ななるほどなるほほどど、うん じゃあなんかこう身体的な健康以外のというか心の健康もちゃんとケアしていたわってみたいなところが大事っていうところですかなるほどえちなみになんですけどなんか体の健康は何,何か大事にされてるポイントとかありますかあ体の健康はいはい私えっとそう,そうですねなんだろう姿勢かな あ姿勢ああ、なるほどあそうそうふ,ふとあの、うん、なんか職業病っていうか,か <laughs> 見られ前職ねちょっとやっぱり見られてるっていう意識をしてうん、うん、椅子に座ってもなんかこう,こういう腰を曲げるんじゃなくてちょ基本立ってで立ち姿も、うん、あのなんかきれいに見えるように気をつけていたかな。うんうん ああなるほど、うん、でも確かになんか香さんは猫背のイメージないですもんね <laughs> なんかすごいいつもシャッと座られてる感じがありますね <laughs> なななんかそ,それをなんかねあのちょっと圧に取られるみたいなそうなんですか、うん、ええー、それはまあ受け手の問題な気もしますが <laughs> そでも私は猫背なので基本なんか集中すればするほど、うん、だから憧れますねなんか。 姿勢正しく、を心がけても、習慣されてるみたいなところは。うん。あの、姿勢を整えるために、生、うん、体に通ってたんですよ。あ、そうなんですね。うん、あの、やっぱり、どうしても、このストレートネックになるから。うん,うん。あの、首が。結構肩こりがひどくて、うんうん、やっぱり、で、あの、どうしても。デスクワークが多くて、ね。うん,う,んうん。で、やっぱり、どうしても、こんな、あの、狂って、猫背っぽくなるのを、定期的に通ってた、なか、うん。体のメンテナンス。 をこの姿勢を直すために整体に通っているっていうのがもしかしたら、うん、ああなるほど、うん、でもなんかそれそれもすごいいいですねこの自分で正せるところもあるけどこのできないことはちゃんと病院とか整体とか外部に依頼するというかそういうところで健康を保つっていうのもありますよねありますよ、うん、もうやっぱ他人の力を借りないと、うん、あの整えられない年齢になってきているので。<laughs> いやもう私もなんか今は体に体そん,そんなにこう気を使ってないですけどこの不節制がいつなんか身を結び <laughs> このガタが来るかがちょっと怖いですもう不節制していいんですよいいです,かいいんですよいいんですけど <laughs> やっぱなんかこのなんか自分であかりさんも多分意識してるはずなので今日はいいかなとか<ー>自分のこの何だろうこのまあ

良さそうみたいなところだけですけど、うん、ダイエットもしたいしみたいな全部叶うじゃんと思ってウォーキングはしししてままたたねね、うん、めっちゃいいです他になんかありましたこの健康メンタルヘルスのことでもいいですけど残りお時間が3分少々となりましたので、はい、まとめにそうですねまあメンタルヘルスって多分皆さんそれぞれ違うと思うんですよ、うん、よく寝ることも多分メンタルヘルスだと思うので、うん、あの リラックスすることが多分一番じゃないかなと思う。ああなるほど。ね、私あの私甘いのも手放せないので、うん確かに。そうだからなんかこの手に取っておくとか近くに物を置いとくとかで行動するとか、うん、ね係さんが言ってウォーキングとかっていうのも、うん、ねあの自分にとってこれ必要だなって思うことをやったりする、うん、うん、やったりしている自分を好きになってほしい。ああなるほど。うん そうですねなんか心にそれが一番効きそうですね、うん、なんかメンタルヘルスにそう思うはい、ね、ぜひですね皆さんもこういうことやってるよっていうのの,あのなんかコメントとかね、うん、あのメールでメッセージいただきたいのでメールアドレスもお伝えしたいと思いますはい、はい、こちらのメールアドレスですねアットマークですでまた番組は youtube でも放送しておりますのでぜひ 皆さん、あの、探して、見ていただきたいなと思っております。はい。はい、では、えー、お時間残り2分となりました。来週の告知をしましょうか。そうですね。来週は、あの、またテーマが、あるんですよ。うん、はい。はい。これがないと困るもの。これがないと困るもの。いっぱいありますね。いっぱいあります。うん。なんかね、さ、同じように、今日のテーマと同じように、うん、あの。 ものじゃなくてもいい。うんうん、そうなんか物事だったりとか、うん、行動だったりとか、うんうん、まあもちろん食べ物とかでもいいんですけどね。うん、これがないと困るものっていうの。なるほど。皆さんもぜひ考えてみてほしいですね。すうん、ぜひぜひコメントもたくさん欲しいです。はい。では香里さん本日もありがとうございました。はい。いろいろ楽しかったです。ありがとうございました。 ヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り一天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね